さあ今日はですね、京都の吉本祇園花月で漫才の出番なんですが、このチュートリアル12時35分からの出番と15時40分からの出番、この間に昼ご飯に向かいます。まあ、この辺りですね、京都の真ん中にありますいわゆる祇園のエリアなんですが、たくさんお昼ご飯ね、これ夜の、まあ祇園といえば夜のイメージあるんですけど、ご飯屋さんもたくさんあって、で結構なお店がランチもしっかりやってらっしゃいますんで、お昼ご飯を食べるところはたくさんございます。で今日はどれを食べようかなと思ってネットでいろいろ検索してましたらですね、あ、いいですね、この京都の感じね。あ、これは夜のお店ですね、お姉さんがいるお店。そして、あ、観光客の方でしょうか、カップルなんかね、着物を着てね、ブラブラしてらっしゃいます。はるかさんのバースデーかなんかなんでしょうかね。あ、京都らしいお漬物のお店ね。この辺の祇園あたりね、ブラブラ散歩するだけですごく楽しいんですけれども、歩いておりますと、ネットで探しましたお目当て、ラーメン錦さんですね。京都っぽいね、洗練された外観のラーメン屋さんです。のれんがかっこいいですね。でここのラーメンがね、結構変わってまして、鯛だしかける自家製麺。店内もですね、すごく、モダンな洗練されたですね、大人っぽい内装になっております。席に着席いたしまして、メニュー見てみましょう。何種類かのラーメンと、このように丼物なんかもあるんですが、一個一個見ていきましょう。塩ラーメン、洗練された鯛の旨味をそのまま味わう当店を代表する一杯、スタンダードですね。醤油ラーメン、ふくよかな醤油の香りと鯛だしの調和を楽しめる一杯、これもかなり美味しそうです。柚子ラーメン、白醤油だれに柚子果汁を加えた鮮烈な柚子の香りが際立つ爽やかな一杯。タイパイタンラーメン、濃縮された鯛の旨味にトリュフオイルを加えたリッチな一杯。柚子抹茶ラーメン、抹茶のコク、柚子の香り、鯛の旨味が一体となった新感覚な一杯。祇園辻利のあんの友を使用、京都っぽいですね。で丼物もございます。錦丼、これは全部乗っかってる感じですね。鯛と鴨で、牛ロース、イクラ、あ、このローストビーフが乗ってたんですね。鯛飯も美味しそう。タイパイタンラーメン、タイパイタンラーメン行きました。まあ、鶏パイタンはね、もうたくさん、出すラーメン屋さんいっぱいあるんですけれども、あ、こういうね、レンゲ、箸置きのセットもおしゃれな感じです。そう、鶏タイパンは、鶏パイタンはね、たくさんお店あるんですけど、タイパイタンっていうのはなかなか聞いたことがないなと思いまして、あ、来ましたね、ご覧ください、どうでしょうか。まあ美しいですね、このビジュアル。これタイもね、しっかりこう脂の乗ったタイな感じですね。で上にこれ、あの油が浮いてるのは、あれトリュフオイルでしょうか。スープいただきます。立て続けにね、スープレンゲで2杯3杯目いきました。1杯目、お、なんだこのスープはと、しっかり鯛の味が出ているぞと。そしてそれだけじゃない、もちろんトリュフの香りもする。でこの複雑な中にもすっきりとしたこの鯛白湯のスープ、うまってなって、前半こう序盤ね、スープをかなり飲んでしまいます。1杯目驚きで、2口目が、あ、うま、え、うまいな。で3口目やっぱこのスープうまいなって感じですね。驚き、確認、
革新というこういう流れでございます。で入ってるこの緑のやつ、これ京都なんで万願寺唐辛子でしょうかね。でこのタイね、このタイの切り身入ってるんですけど、少し皮目が炙ってあってすっごい香ばしいんですよ。で香ばしいし、これあの普通の、まあ、ラーメンに入ってるあのチャーシューね、やっぱチャーシューってあの豚肉であのパンチあるじゃないですか。食べた感、食べ応えっていうのはしっかりあるんですけど、このタイヤとチャーシューほどの食べ応えがないんじゃないかなって一瞬思うんですが、それがねこのタイとても美味しいです。見事にチャーシューの代わりもしくはそれ以上の働きしてますね。炙ってあって、程よく塩気が効いてます。でいいタイなんでしょうね。油もしっかり乗ってます。あのタイのあの白身魚のパサパサした感じ全くないですね。で麺の方も、麺の方はね割と細めで、四角く角が立っているタイプの麺ですね。私結構好きな麺です。でも何よりやっぱこのラーメンはこのスープですね。あのラーメンのスープという感じとはまたちょっと違うかな。本当に魚介のスープ、極端に言ったらこうブイヤベースに近いような味わいもある。でもやっぱりそこはちゃんとラーメンというものに落とし込まれている。美味しいですね、大人のラーメンで、女性とかもあのしつこくないのでかなり好きそうなラーメンですね、これはね。まあ、今回なんかで言うと、まあ、仕事のと仕事の合間ですし、これラーメン食べてすぐまたあの漫才をしに戻らないといけないんで、あまりねお腹にこう なんていうかガツンと胃もたれするようなものを食べるわけにもいかないなんていう時にこれちょうどいいんじゃないですかね。スープをすごいいきますよね。序盤からスープをすごい飲みます。